はい、じゃあ今からボブのカットします。はい、ちょっといいですかね。この前いつ来たんかね。ちょっと待ってくださいね。今9月18日18日。うん、あ、じゃあ持ったんだね、どうもね。そうですね、あってなと思ってて、はい、あ、どっか行くんだ、少し早めに来たんだよ。あ、そうだね、なんだっけ、どっか行くったんだよね。そうそうそう、どっか行くね。今度はあの2日が息子のコンサート。うん、うん、普通の日の6時だから間にね、行くんなら あげるよ。券まだある？券あるある。あ、じゃあ買うよ。ほんと？だってこのぐらいつでもお付き合いさせなくても悪いですよね。いやね、場所によってはね、あのほら前からなんかやって、うちの息子が一番最後でね、はい、6時夜の、はあ、だから前からなんかあるんだけど、はい、どういうんだか私もよくわからないんだけど、うん、一番最後の6うちの息子が6時だった、6時から始まるんで。なるほどね。うちの息子は何も言わないけど、うん、今度は何とかかんとかって言ってたね。あれ、今までとお母さんや違っていいのやりますよなんてさ。あ、そうなんだ。うん、他の人が前弾いて、最後だから何曲はうちの息子が独奏あれするんだけどね、うん、独奏するんだけど、その前なんか外人の人とどうのかって言ってたよ、はい、あ、そうなんだ。だから今回はまあね、いつもの秀さんが通しで弾くんと違っていいんですよってさ、はい、なるほどね、うん、あ、車に使ってるだけど、バイオリンっつうとみんな生き手がないもの、あの馴染みがないからね。馴染みがない、演歌だらつけて、あ、そうそう、演歌だらつけて、ね、飛びつくんだけどね。うん、それが難しいところだな。でも中にあそこのあけぼので花屋さんがあるんだよ、通りからちょっと奥に。中村さんだろ。ん、中村さん。中村さんよく知ってるじゃない。知ってるよ、中村さん家よく行くのよ、うん、花会に。でチラッと行ったら奥さんが、あら、やだ今井さん、私こういうのが好きなんだよなんつってね、買ってくれたの、うん、それで旦那さんに言ったら、なんで俺の分買わなかったんつってんでね今井さん、またもう一枚届けてくれなんつってね。なるほど、うん、あ、知ってる、中村さんが、はい、